はい、こんにちは。今日は2021年東京医科大学の問題です。問題はこちらです。整数 n は9で割ると4余り、11で割ると7余ると。で、 n を99で割った余りはいくつかといった問題ですね。これは余りということなんで、合同式元を使ってやっていきましょう。まず n っていうのは4余るよと、元9で4余るということですね。それから n っていうのは7余るよと、元11で7余るよということですね。9で割ったら4余る、11で割ったら7余りますよということであります。で、聞いているのはこれですよと。 n は99で割った余りはいくつですかと、もっと99でこの値いくつですかということを聞いているわけです。ですので、ここもっと99にしたいわけですね。ですので、じゃあ最初この式をこれ11倍すれば99になりますね。ということで、これ11倍全部 してしまいましょう。じゃあこれ全部11倍していいのかっていうことなんですが、これは OK ですね。つまりこれ n っていうのは9で割ったら4余るということは 9K プラス4というようになっていますよと。n っていう整数は9で割ったら4余る数ですよと。というふうに、こんなふうに等式で表すことができますよと。これを合同式で表したのがこれですよということですね。で、今これ99にしたいわけですから、これ11倍しましょう。等式ですから全部11倍しても OK ですよと。11n は 99K プラス44と。こういうふうになりますね。ということで、99で割った余りは44になりますよ。11n っていうのは44と合同ですよと。こういうふうになりますよと。これがもっと99ですね。つまり今何やったかっていうと、これ全部11倍したわけです。これ11倍、これも11倍、11倍。ということですね。ですので、これ全部11倍しても OK ですよと。で、同様にこっち11、もっと11になってるのを99にしたいわけですから、これも9倍しましょう。そうすると99になりますね。で、全部9倍しましょう。そうすると 9N 合同、9倍ですので、63で、もっと99になりますよと。ということで、もっと99で、この2つの式が、この2つの式からもっと99に揃えて、この2つの式が出てきましたよ、ということになります。じゃあ、あとはこの2つの式をうまいこと処理して、n がいくつと合同なのかを出しましょう。で、あとここですね。これは上から下引くと 2n。2n が合同、これ引くとマイナス19ですね。で、もっと99になりますよと。99で割った余りがマイナス19ということは、99マイナス19ですから、これ80ですね。80としておきましょう。そうすると、これは n がいくつと合同なのかを知りたいわけなんですが、これ2で割りたいですよね。これ2で割れるのかっていうことで、まあ、2で割ると40になるんですが、まあ、今回の場合は2で割ることができます。なぜかっていうと、これ99と2が互いに素だからですね。99と2が互いに素。互いに素であれば、割ることができます。どういうことかっていうと、つまりこれちゃんと書くとですね、これこっちに持ってきて、2n-80 っていうのが合同0になりますね。これこっちに持ってきて0になります。もっと99でこうなると。で、これ2でくくると n-40 ですね。合同0ですよと。つまりこれっていうのが99の倍数ということですね。99で割り切れますよってことから、99の倍数だ。で、2と99っていうのは互いに素ですから、こっち側の倍数ということになりますね。これが99の倍数ということになりますね。これ互いに沿ってことから、こっちが99の倍数だということが言えるわけです。ということで、2は関係ないよということから、2を割ることができて、n-40 っていうのが99の倍数ですよと。つまり n っていうのは、これこっち持ってくると40ですよと。つまり何やったかっていうと、2で割ったわけですね。2は互いに沿って関係しないので、2で割ることができますよということを言ってるわけです。ということで、n は40。つまり、ここは40になって、99で割った余りというのは40ということがわかります。はい。ということで、今回は以上になります。ありがとうございました。